AB でそれぞれ予選リーグを行い、上位2チームが決勝トーナメントに進出できます。強豪チームがひしめく中、日本高校選抜はもちろん優勝を狙います。そして第1戦試合当日、日本高校選抜の面々に緊張の色はなく、至ってリラックスムード。ゲームメーカーの佐藤幸彦や、これまで心身ともに絶好調、チームの勝利のためにゴールにかける森崎義行、そして守りの要楢崎正剛ら選手はそれぞれの思いを胸に試合に挑もうとしていた。自信の表れとチームのムードメーカーとしての役割を自覚しているのか、森崎は試合前にも笑顔が絶えない。市立船橋の恩師布野コーチも森崎にかける期待は大きく、アドバイスにも熱が入っていた。スイーパーを引きつけてるんだけど、そうするとこのスペースを引きたとか、ユーチューブ今調子いいから使えると思うんですけど、で、OK です。まあ簡単なことや、こんな難しいことじゃない、50分もあれば入るだろそしていよいよ予選リーグ第1戦、相手は地元ドイツのフォルティナ・デュッセルドルフユース。格下と言われていたデュッセルドルフユースだけに絶対に負けられないこの試合。高校選抜はエース森崎義行にボールを集め、先取点を狙いに行った。しかしこの日の森崎には本来の切れ味がなく、ゴールを決めることができない。エース不発で苦戦を強いられる高校選抜。ゴールを割ることができない森崎は、後半に入り相手チームのファールを受け、腰を痛めるというアクシデント。どうしても流れに乗ることができない高校選抜は、後半15分、ゴール前でのフリーキックから相手にゴールを決められ1対0。歯車が最後まで合わなかった高校選抜は、結局得点を挙げることができずに、このままゲームセット。負けてはいけない試合だっただけに、選手に焦りの表情が見えた。森崎の持ち味であるヘディングは、世界の高さに通じることができないのであろうか。とりあえず、本当、まず先手を取って、監督も言ったように、まあ、自分たちが手に入れてから、そこから初めてゲームをしていくみたいな感じで、追いつかれてもまだ 1-1 で、まだやっていけるんだから、とりあえずうちが最初に取ってから、そうやってゲームを運んできた。そして予選リーグ第2戦、まさかの初戦の敗戦で選手の間に緊張が漂っていた。優勝を公言していた高校選抜にとって、もう決して負けられない試合。責任感が人一倍強い森崎自身、この一戦の重要さは十分に分かっていたに違いない。第2戦、相手はイタリアの AC フィオレンティーナユース、強敵である。しかしこの試合、グラウンドに森崎の姿はなかった。第1戦で痛めた腰の具合が悪く、出場することができなかった。エースストライカー不在の高校選抜。しかし前半13分、佐藤幸彦のフリーキックからディフェンダーの池内智彦がヘディングシュート。チームとしてのこの大会初ゴールを挙げ、波に乗った。高校選抜は強豪相手にこの1点を守りきり、ようやく初勝利を飾る。歓喜に沸く選抜チーム。しかし喜びに沸くチームとは裏腹に、試合に出られない悔しさと歯がゆさで、自信に満ち溢れていた森崎に不安が募り始めていた。
ニュース大会が行われているさなか、オランダでは